どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ステイトオブディケイ2の続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、建築家の、サイドクエスト、だいぶ苦戦しましたけど、なんとか、クリアできたっていうところですね。で、録画外でですね、録画外で、サイドクエストなどをこなして、メンバーが、こんな感じで、増えてきたんで、そろそろ拠点の引っ越しをですね、しようかなと思います。で、ちょうど、メインストーリーが、新しい拠点を探すことを相談してみてください、ということなんで、これでレオ、オーガスティンさんに変えて、ちょっと上に上がってっちゃった。新しい拠点を見つけるのがいいと思います。どこから始めればいいのかな。一緒に行こう。これで、いくつかの第1回ホームサイトを探索。まずここに行ってみますか。さすらいのトレーダー。ピストル。ああ、ケミの弾なくなってきましたね。じゃあ、レオに。ああ、ダメか。よし、じゃあ行ってみましょう。ここですね。これどうやって、なんか明日に誰かが使った跡がありますよね。I gotta admit, I'm on the fence with this.あー、でもここはここで面白いですね。でもう一つ、もう一つが、ここだ。
shit! Bloater! Kill it before it gets close. まっすぐ行って橋を渡って左。あ、パトカーが。あー、どうかな。With a little bit of work, we could easily turn this place into a new base. Damn straight. レオンはここに移動したいのかな。いやでも場所ちょっとアクセス こうかな。何も書いてないけど、前提条件を満たしてモア&モア、前提条件とりあえずじゃあここに移動しますか。レオが移動したいって言ってるんで、で後でまたもっといいとこがあれば。まだゾンビが残っています。こっちか。あ、 OK かな。この場所を拠点にする。この場所を拠点にする。どんな感じですか。大丈夫。足りないもの、足りないものは、まず診療所ですよね。で、ベッド33、ちょっと一個でっかいベッド欲しいですよね。うん、弊社で、ストレージを、アップグレードして、あとワークショップ、ワークショップは初めからあるんだ。診療、あ、人手が足りない。
では、これやっちゃいますかね。アリッサの。I can do this. I just gotta do it.ジャクソンの警察官の、クルーザーを探すためにタイニー倉庫に行く。あれ？すぐそこ？サプライロッカーは？あ、これだ。Bloater, don't let it get too close.あれですね。ん？パトカーのエリアを探索。ストレージがアップグレード完了。待って、なんでレ？フォロワーを解散。うわあ、ブロータ。お、びっくりした。なんだ？誰だ、そこ開けたの。待って、なんでこんないっぱいいるの、ブロータ。お腹を。おわあ。トランクから貴重品を探す。ジャクソン署長のパトカーに乗れ。Oh, looky here.封筒ノート。フアレス、私たちは先にいくつかのハードな年を持っています。私は私の孫娘、コレットと一緒に滞在するために東に行ってきました。彼女はまだ生きているし、神は喜んでそれが、そのように滞在するだろう。平穏を死者には死を。ジャクソン署長。下の方に住所が書いてあります。パトカーに乗れ。待てよ、ちょっとこれボロボロなんで。診療所のアップグレード。弊社を。アップグレード、豪華バラック。あ、リーダーが建築家だから、建築家なんで作れるんですね。5ベッドルームと式ボーナス。
備え付けのワーク、あ、これか。ツールキット。よし。で？First time I met the chief was in the back seat of this thing. これでオッケー。I got picked up for breaking and entering. I was 17. Another cop might have come down hard on me, but 私は17歳だった。He turned my life around, and now I've got his car.Shit, yeah. Great. いいのかな？なんだろう、なんか特別なのかな？他のパトカーと違うとか。あ、あとあれ作らなきゃ。車。車の改造したいんで、確かでかいのですよね。でかいのじゃないと、自動車工の知識がないと作れない。それを持っている人を仲間に入れるか、あとこの人ですね。この人枠、うん、一番下の枠が1個残ってるんで、なかったかな。この人に、それでも狂ってる。スキル本。あ、これだ。機械整備の教本。多分これだと思うんだけど、でも持ってる人がいたらその人仲間にしちゃいたいですよね。もしかしたら持ってる人がいるかもしれないんで我慢して、あと必要なもの、なんだ、蒸留所建設、なんかクエストかな。あー、レオがこれ、レオ。じゃあ作ろっか。お酒飲みたいって言ってますね。野外、小スロット。科学の知識、じゃあこれですね、アドベンチャーズ、みんなの資源、彼のグループに資材を渡すこと、このグループと仲良くなって、
材料のリュックサック。そのグループの中に、自動車のスキル持ってる人がいれば、仲間にしたい。あ！ジャガーノート！待て待てよ。やるか。あいつをやるには。これから 50AP 弾。50AP 弾。の弾がない。じゃあ 7.62。7.62 かつレートが高いのこれですね。ブラックアウト。いやーでも足りないか。これで？これでこれをしたらいいのかな？食品を燃料に置こうか？周りの雑魚。やべえ。当たってるはずなんだけど。Well, there's a very special juggernaut. 射撃最大レベル。レベルアップしよう。玉詰まり。これかな？精密射撃。当たってるはずなんだけどさ、全然。弾がない。Let's make this mag count, kiddos. Looks like I'm empty. あ、ちょっと近寄るの怖いな。
5.5、 あ、 5.56 結構ありますね。スコープ付きビッグハンクライフル 357HP 弾、あー36発しかない。となるとやっぱこの辺かな。 5.56、 で一応サプレッサー、でもサプレッサーつけると有効距離が、あ、持ってないか。Screamer here.やべ、やばいです。あ、待って。I need a break. あ、おう、フェラルも来た。ちょっ、逃げる。これやばい、これやばいぞ。入ってきた。なんか違う。スタンダード。あー、リロード遅っ。よし、だー、やばい、俺が皆を危険に皆を危険にしたぞ。感染したんじゃない？あ、これは大変だ。ちょっと待って。しかも一次感染じゃないな、この人は。どこに拠点？診療所の中だ。薬を作って。帽子かぶってる人。自分で休みに行ったかな。この人だ。危ない。死亡まで25分。安楽死？いやいや、そんなそんな。あー、オッケーかな。I gotta say, this is not how I thought I'd go out.
あぶねえ。ちょっと待って、一回。しまって。で、感染してる人。あ、トレーダーが大変。あ、これ大変だな。とりあえず一番やばそうな、アリッサと、とりあえずこの兄弟かな。兄弟にチェックインしてもらって、はい、では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。